海西モンゴル族チベット族自治州は、中華人民共和国の青海省に設置された、チベット族及び、モンゴル族を自治の主体民族とする自治州の一つ。チベット名ゾヌプの、ゾモンゴル名の、ノールとは、オーミコウ、チベット名、ヌプ、モンゴル名、バロンとは、西を意味し、合わせて、ゾティショルギャルモの西を意味する。中国名、 海西はその地区ごわけである。自治州面積は青海省の45%を占める。州都はデリンハ市。チベットの伝統的な地陸分ではアムド地方の北部に相当する。また、モンゴル人が伝統的にデートモンゴルと称してきた地の大部分を占める。チベット高原北部、青海省の西部に位置し、西は新疆ウイグル自治区、北は 甘縮省、南は青海省の玉城チベット族自治州及び五六チベット族自治州、東は青海省の海北、チベット族自治州及び海南チベット族自治州と接する。また、本州の西南方には玉城チベット族自治州とチベット自治区のなく中市に囲まれた飛び地がある。自然地理的には中国次第盆地の一つである。 ザイダム盆地に所在し、北はアルチン山脈、キレン山脈、南はバヤンから山脈に囲まれている。州内の平均海抜は3000メートル前後、年平均気温は、摂氏マイナス5.6度からマイナス5.2度で、寒冷な大陸性高原気候である。州東部は、農牧地帯、州西部は、高工業地区となっているが、大部分は、 人縁稀な地域である。古代には西、京の地であり、東進後期から、随唐時代には、豊久根や都番の支配下にあった。民発には東モンゴル諸部が侵入し、1639年より、愚士藩族家のオイラト族が移住し、彼らは、愚士藩王朝の権力基盤となった。この地域シルクロードの感動にあたり、東西交通史で重要な役割を果たしている。 中国が指定した国家重点文化保護谷としてトランケンの熱水とバンコボ群などがある。三県級、市、三県、一行政委員会を管轄する。海西毛造風付属自治区財ム工作委員会会西毛造風付属自地州、財ム盆地工作委員会、財ム盆地行政委員会。 財団ム行政委員会会、西モンゴル族チベット族カザフ族自治州会、西モンゴル族チベット族自治州総人口37万人の、うち、漢族が最多で30万人近く、モンゴル族2.5万人、チベット族4.1万人、残りは海族などわずかである。近年の移住によって、漢族人口が増加した。ありがとうございます。